まあそれにしてもね、もう、明日あの投開票の衆院選なんですけども、まあここに来て小池百合子さんのね希望の党、代表代行に、タルトコ新次元総務大臣に、したと。ね、それで小池さんがフランスに、出発したということでね、これ何これっていうね、まあ、タルトコさんは近畿ブロックで、希望の党の名簿1位だから、まあ、この人は、確実だからっていうのもあるかもしれませんけども、いや、もっと他にいるんじゃないのっていうね、細野さんとかね、前原さんとかどうすんのかね、前原さん無所属でね、出入りますけども、いや、なんでっていうね、タルトコさん今までずっとね、議員、こう、まあ、落選してはったのにね、いや、なんかこう、やる気あるのかないのかわからへんなっていうね、小池さんも、明日フランスに出発っていうのもね、なんか逃げるようにして行くのかなと、やっぱ希望がね、急に失速して、立憲民主党に抜かれると、第一党、野党第一党ね。なそういう話、というか情勢みたいなのも出てますから、ちょっと感じ悪いですよね。いや、これがね、その、やっぱりその、明日の投票行動にも無党派層に出るんじゃないのかなと、小池さんに期待、してる層もですね、いや、どういうことってなりかねないよなって、なんか投げやりというか、なんかもう勝負捨ててしまったのかなっていう、なんかそういう感じのする、この代表代行人事、それとフランス出発かなと思ってしまいますけどね。